手やりの進捗が上が上まませんどうもマリエでございます昨日だねあのねもうあ言ってなかった昨日忘れててさあの画像自体は通ってたけど本当にうん忘れて,てた感じだはいということでシルクロードとフィッシャーズシルクロードとバンユンチャンネルかっこ解散済みのユンちゃんが。 結婚したとということでちなみに私はどっちも見てませんほとんどね敷いてみるっていうのはシルクたまにロードシルクのあれポチカカード開封とか見てたけど見てるけどうんそんなに興味ないねい言わしてもらっちゃうあれだけどうんだって俺あれだもんこの2人のこのえっとねこれがなんかそのあれいつも切り抜きっていうかよくあれ人ねこういうこの,あの解説系みたいな で、この下がこの、ね、ユンさんの、でわそう、バンビーがか,かわいそう。<laughs> 取られた、<laughs> 寝取りだ <laughs> って。で、これでね、この下ユン、ユンちゃん、ユンちゃんさんね。で、だってこれメインで撮ったもん、これ。はじめメインで撮ったもん、これ、ね。はじめんだよ、やっぱ。ね、はヒカキンとはじめんが、あの、世界取ればいいから。うん。で、あのー、あんまあ、こっち先にやろうか。今日買ってきたものだね、これね。はい。これは人事です、ほら。 うあった。あった。無事にね、角度が画出てたんで、これはいいんだよ。で、なんか、ちょっと探してたらなんか面白そうなものあったらこれを買って、一応やってみたら中身。終わったって思ったもん。<laughs> これもうあれだよね、多分。夜中、なんかいきなりこの中身の絵出てきて、多分、刺してくるタイプのやつだよねって。マジで。<laughs> これこれ何マジでどういうことだよ ベースとギターの区別がつかないよ。本当に。なんだこれ。<laughs> 誰が書いたんだこれ。これマジで誰が書いたのこれ。下書いてあったかなちょっと待って見てなかったけど。とすげえ特急呪物を見れたってことでね。で、やだなんてそう。推しの子入りだよ知らな。知らなかった。昨日、本当に昨日あたりもうあれ、0時になっちゃうけど、昨日あたりに、なんか動き変わったんだよね、YouTube の。ちょっとちらっと押す見てたら、あれ 押しの子 ED ってあってオープニングあるんだよオープニングもうねあのサビの部分で書いてあるねえ皆さんご存知レッターとかもあると思うんですけどいや「ED? お前何何が変わった?」っていや変わるけどちょっとさなんか嫌だよなんかこのつなげるタイプこれもうすごいあれを感じたもう王像を感じたすごい。 だもうな,んならもうあれあのー、これでえー、っとオープニング推しの子オープニングをやってでそこでオープニングからや、あのー、推しの子内にこれからやばいシーンが出た時に ED にそのままつなれるっていう流れができそうでちょっと怖いね。はい、ということで推しの子 ED に便乗するかどうかは分かりませんが今日のところはこんな感じで終わろうと思います。ティアキン進捗はこの後すぐということでご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。おやすみなさい。